タークイズをやります。家でしか答えられない質問しかできない。なるほど。一番答えた数が少ない人が優勝。スパイダーですか。はい。うわー、サイドから落ち。正解です。あー、やばい、またまた、はい、その技はバク転ですか。はい。おやばやば。では参ります。いきます。音でだいぶバレてる。音ってことは吐き抜いたのか。音ヒントのからここまで火事に来て大技はしてない気がする。だからスマートなのについてから絶対多分そんな簡単なやつはやってこないですよ。あ、ガンガン質問してくれ。え、ちなみにこれ答えを間違ったらそれは1個になる。質問1、質問1だ。まだまだ質問使えますよ。やばい。使えますよ。いいよ。煽ってる煽ってる。あと2回質問するから。やけんピンポイントで。そうですね。2回聞いてましたかとか。いや2回だな。ピンポイントで捕まえることするから。いいよ。すごい新鮮は。はい。はい。その技は1回ひねりましたか。ここで答えないと勝ちはない。まあでもドローでは、まあまあまあでまだ一応ハードは自信ないな。そんな、え、だって降りてくるときにこれ分かんないだろうなって思います。これはあ、三択だな。三択した気がする。三択だから。じゃあ答えいきます。はい。まずその技は延長ハーフ。違います。もうドローだ。はい。正解です。さあ、ドローです。サンドラゴン。なんでどっちかから1人選抜して。でもちょっと待って、技を2分だけ考えさせてほしい。2分か、2分考えさせてほしい。もう倍を、倍を、倍を使わないと、倍を解かないといけないから。確かに。じゃあ倍重視。そう、倍重視で。で、じゃあ我々は行きます。はい、はい、倍重視で行きます。食べたよね。食べの音がしたよね。食べの音がします。でも、技の時の音がなさすぎるんですよね。
つ目の質問いきます、その技は、動物の名前が入りますか？入りません。入りません。
興味が勝っちゃってるんだけど、尻尾食べたい、尻尾食べたい、尻尾どうぞ。あのなんだろう、タバコの吸い殻みたいな味です。タバコの吸い殻みたいな味、食べたことね。さあ、トゲをどうぞ。熱っ、コーヒーある。何の味ですか？タバコの吸い殻みたいな味しません。サソリソムリあーやばいこれ。あー、うん、例えようがない。美味しくないですよね。エビから旨味を全部抜き取った。あー美味しくない。ちょっとタバコの味が出てるな。なんかちょっと加工してるんですかね、うん、焦げてるのかな。焦げじゃない。臭いですか？こっちそんなに臭みないか。こっち結構、あ、尻尾だから。身の部分はもしかしたら、そうか。こっち結構やばい。出汁取れそうですか？ん？出汁取れそうですか？出汁は無理だと思う。カッカラだ。カッカラ。はい。はい。じゃあ、いかがだったでしょうか？美味しくないですね。もうマジで。じゃあ、企画どうだった？企画ですか？企画は面白かったですね。はい、あとは、まあ、あの審議。あの、そうね。英語を勉強しなきゃ。いやいや、一番できるのに。盲点やったね。ああ、スワン。英語と技名を勉強します。技名スワンって何ですか？アクション。アクション。なるほど。はい、ということで、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。くそまずい。はい、ありがとうございました。